3月18日土曜日夜6時半に動画を公開しました。気分爽快竹坊の今日も PON。 今日は動画番号0877の続きの動画です。時間との戦い5動画。隣のお部屋に来て鉄この部屋です。まあちょっとね、まあ外周はまあ地上空でしたけどね、まあ中は変わらず外周をまあ高架レールにしました。まあそれはさておき、動画番号0877で名鉄9100系の第一編成のですねモーターをまあ逆にしたという動画をねアップしました。でまあこのですね1700系に、まあ、連結させる時が来ました。9100系ですね。モーター付きの9100系ですけど、はい、ライトつきますよね。ライトついています。ライトついていますね。こっちもライトはねついています。この、9100はですね、オンオフスイッチがあります。9100のライトスイッチをオフにしました。なのでね、まあ光らないです。一方、モーター車の、もう9200はモーター車の図で、オンオフスイッチの機能はないんですよ。だから、嫌でも、まあライトがね、ついてしまうっていうことなんです。ね、このことを覚えておいてくださいね。また、9200側にモーターを搭載したっていうことをちょっと証明しましょう。ね。本来は、前言った通り、9100にモーターですが、ね、も9200にモーターを移し替えました。で、モーターの位置は一般車の3号車です。5桁製品で発売されているものは、2号車、特別車、まあ、20メートル級に搭載されています。なぜ3号車にモーターが搭載されているのかというと、まあ、車体を変えて、まあ、ツインモーターが3号車だったんでね、その位置でコアレスモーターにしたからです。当然のことながら、6両では坂は登ります。で、まあ、9100系、まあ、自分は2編成ありますけど、これはモーターなしです。ね、パワーユニットマックス、ね、の状態で、光っていますね。モーターがないっていうことなんです。モーターありはあちら。ね、モーターなしは、まあこれ。わかりやすいように、あえて屋上機器、まあシールはつけていません。8両で走行します。こっちはモーターない。こっちは、まあ一つモーターがあるっていうこと。3号車のモーターがあります。じゃあやってみます。最高です。マックスですね。マックス。スピードが遅くなって、ね。なんか、辛そうっていうか、苦しいというか。一応登るんですけれども、これじゃいけない。今度はモーターありの9101編成ですね。こちら8号車と3号車にモーターがあります。つまり 2M6T の編成で。運転です。この中間の位置ですね、うん、さあどうでしょう。それは登りきりますよね。パワー不足にはなりませんね。はい、またモーターをね移設した理由は、6号車と7号車ね、これ本来こっちの方にモーターがあったからライトが嫌でもついてしまうと。オンオフスイッチね両方ともできるようにしましたね。まあこれだったらねパワー不足ならずに、まあ坂を登り切ることができるっていうことです。今日は名鉄9100系でモーターを移設した効果を発揮できた動画でした。進行役は竹坊でした。